マシンガン・ケリーとは、アメリカ合衆国をはよしゅクリーブランド出身のラッパー、歌手、俳優である。通称、MGK。192センチメートルの長身に端正な顔立ちで、知られており、俳優としても活動している。ライブでのマシンガン・ケリー2011年8月、老舗メジャーレーベルのバッドボーイレコードと契約。2012年3月20日、 初の公式音源となるミニアルバムハーフネイキットオールモストフェイマスをリリース。全米アルバムチャートにて初登場46位を記録。2012年10月9日デビューアルバムレースアップをリリース。全米アルバムチャートにて初登場4位を記録した。2015年10月16日2作目のアルバムゼネラルアドミッションをリリースする。2016年 カミラ・カベロをフィーチャーしたシングルバッド・シングスがベイ・ビルボード・ホット100で最高4位とヒットする。2017年5月12日、3作目のアルバムブルームをリリースする。2019年7月5日、4作目のアルバムホテル・ディアブロをリリースする。同年、モトリー・クルーの電気映画のザ・ダートにドラマーのトミー・リー役で主演を飾る。 2020年9月25日、ラップを廃止、メロコアに転校した5作目のアルバム、チケッツ2マイダウンホールをリリースする。全米ビルボード200で初の1位を獲得した、スタジオアルバム、ありがとうございます。